入ってで帰ってくるとじゃないや、昼間結構あの割と20度くらい、下手すると20度超える、夕方ギリギリ仕事終わりぐらいまだそのぐらいだけど、だんだん寒くなってきて、家着く頃にはかなり寒くてっていうような感じで、朝昼晩の温度差でね、ちょっと体が変になっちゃいそうな感じではございますが、皆様のところでいかがでしょうかね。まあ寒いとね、あのもう一つ問題があって、お布団が具合いいんですよ、当たり前なので、朝起きるのが本当にね、まあもちろん夏場がすっきり起きてるかって言うとそうでもないんですけど、あの本当に朝お布団から出るのが辛いねえ。だんだんこれ寒くなって、もうしばらくはそんな時期が続くのかなとは思いますが、まあそうは言いながらもね、あの活動しないわけにはいきませんので、皆様の、ね、作品を読ませていただきながら、あのなるべくしっかり生活リズムを整えていきたいかなと思います。さてそんな感じで今日読ませていただきますのはこちら、テキーラボンバーでございます。表紙絵をね、あの表紙というか差し絵なのかな。いらっしゃいませ、生きてるさん、ようこそいらっしゃいませ。今ちょうどね、あの本編の紹介を始めたところでございます。あの普段ね読ませていただいている作品はウェブサイトじゃない、あの投稿サイトの作品がほとんどなんですけど、こちらはね、あの個人であの運営されているあのホームページかな、ブログっていうのかな、ちょっとなんかになります。はい、であのイラストをたくさんね、あの入れていらっしゃるんですけど、こちらとね、ちょうどこのね、なんかこういかにもこの現代風なバーなんだけども、おや妖精さんの後ろ姿が見えるぞ、こちら明らかに妖精さんだぞっていうところでございますが、じゃあ早速ね本編の方読ませていただきながらね、このイラストの謎も解いていければと思います。では画面っていうか、ちょっと小説本編の方に合わせたね枠の方に変えさせていただいて、あと BGM 変えさせていただきますね。よいしょ、今日はちょっとなるべくバーっぽいなと思ったけど、なんかいい音楽がなくてあれなんですけど、よいしょ、あんまりバーっぽくなかったかもしれないけど、ちょっとこれでいってみますね。ちょっとちっちゃい、やるテキーラ専門店だ。私三浦誠はそこの店長でありバーテンダーでもあった。ここは観光名所なので、海外からの客が立ち寄ってくれた。しかし開店時から一緒に勤めてきた料理人がニンニクを腐らせて、めったにないことだ、すっかり落ち込んでしまった。復帰したかと思えば、メキシコで修行してくると豪語して店を辞めてしまった。元イギリス外交官の邸宅だったバーは広くて暗い。料理人との交流を目的にしていた客も減り、テキーラ専門店は火が消えたようだった。当時は陽気に見えたピンクや黄色に塗られたドクロの形をしたボトルでさえもはや不気味でしかない。ビクトリア朝時代のそのままの豪華な部屋でぼんやりとグラスを拭くのも寂しかった。そこで新しく人を雇うことにした。募集をかけるとすぐに電話がかかってきた。女性だ。片言の日本語なので面接の日にちを決めた。ところが当日扉を開けると、変としか言いようのない相手が立っていた。そして以降何ヶ月も対応に困ることになってしまった。その相手とは、驚いたことに妖精だった。本人曰く
恐ろしいほど長い年月を生きてきたらしい。なんとまあ、約4000歳だとか。なぜ私がその相手を妖精と呼ぶのかというと、背中にトンボのような羽を生やしていたためだった。その子のでっかい赤色の羽がパタパタすると、赤い粉がキラキラ落ちた。だから、はっきり言って飲食店に向いていなかった。対面した瞬間からお断りだった。またダメ？履歴書もほら、日本語で書いてきた。テキーラ、知ってる。メキシコ。俺、昔行った。うまい、うまい。雇ってくれ。生意気を言う女性は、ソファーから浮かび上がって両手を合わせた。癖のある金髪がふわふわしていた。あまりにあざといので、私は余計に腹が立って、ガツンと言ってやった。ダメだダメだ。衛生管理はしっかりしないと。わかるか？衛生管理。妖精はキョトンとした。とても4000歳には見えない。まだ10代後半の少女のようだった。俺、汚い？挙動があどけなくな、あどけないので胸がチクチクと痛んだ。しかし、雇ってはいけない。汚くなんかない。ただ、お客さんが、あ、ちょっとこれ、すいません。汚くなんかない。ただ、お客さんが君の粉を気にするだろう。その時、カランと入店の音がした。客だ。時計を見ると、開店時間ちょうどだった。あれ？マスターいない？妖精がぴょこんと天井近くのステンドグラスまで跳ねた。羽をパタパタさせながら、大量に粉を振りまきながら、気色満面でバーカウンターに入っていった。あ、こら、入るの。まだ雇っていないぞ。私は慌てて机や椅子を拭いた。なんだ、この粉は取れないぞ。いらっしゃいませー。4000年の経験で手慣れているのか、彼女と呼ぶべきなのかは、客に椅子を勧めてメニューを手渡した。一体どこの誰が採用したんだ。でかい羽が邪魔なのに。でも、拭いても取れにくい粉が目に入らない輩がいたのか。あれ、アネモーニ、オリジナル格闘。部屋中キラキラ光って幻想的じゃない。ねえ、君、オリジナルカクテルいただこうかな。弾ける笑顔でアネモーニは答えた。うん、任せて。店長、店長、俺の最初のお客さんだよ。常連客はこの赤い粉が気にならないのか。私は仕方ないので、今回だけだと許可を出した。ただし、見ているだけだ。まだこの国の法律にのっとって検査もしていないし、雇用契約も結んでないからね。それで、何の銘柄が必要なんだ？アネモーニは、ちょっとがっかりした風にうなだれてから、元気よく言った。クミン、カレーに使われ、クミンいる。メキシコで教わった。ドンフリオ、甘い茶色。テキーラの蜜も入れる。なるほど。メキシコで教わったなら、レシピは本物だろう。ほう、よく知ってるな。でもそれだけじゃオリジナルカクテルとは言えないぞ。他には何を入れる？アネモーニは、酒瓶が整然と揃えてある棚を見回していった。ペガサスの羽、水星の涙。惑わす花、持ってる？私は、ゲームのアイテムのような名称にたまげた。そんな意味のわからんもの、酒に入れるのか？あ、これは女性かな？
そんな意味のわからんもん、酒に入れるのか。代用は？クスクスと女性が笑っていた。常連でよかった。猫の赤びの息でもいいで。耐えきれなかったようで、あはははっと女性が覗けって笑い出した。もういい、と。私は前半の意味のわかる材料だけをグラスに注いだ。テキーラの芳醇な香りが、クミンの効果で、さらに香ばしく感じられた。これに猫の吐息を入れたらどうなるんだ？アネモーニが嬉しそうに羽をパタパタさせて、私の手元を見ていた。どうぞ。女性はいたずらっぽく尋ねた。このカクテルの名前は何？答えようとする私を遮って、アネモーニが身を乗り出した。アネモーニ、4000年の冒険スペシャル。なんじゃそりゃ、子供か？女性はまた、アハハハッと笑い、カクテルに口をつけた。アネモーニの粉は、グラスに入ってしまっていたことに、その時気づいた。女性は驚いたように、目をしばたたいて、簡単の声を漏らした。うわぁ、何これ。普通のテキーラじゃない。不思議な味。美味しいよ、すごく。店長、いつものドンフリオじゃないね。アネモーニは、はち切れそうな笑顔で、私を振り返った。実に得意げだ。これは、単に熟成度の高いテキーラへ、蜜とクミンを加えただけで、カクテルと呼べる代物ではなかった。それなのに、この反応はどうしたことだろう。私も一つ作って飲んでみた。普通のカレーっぽいドンフリオだった。なあ、なあ、あれ、バーテンダー、向いてる。どうやら、アネモーニの粉が味の決め手だったらしい。それから、私は一世一代の賭けとして、妖精を雇うことを決めた。店が潰れたなら、それはもうその時だ。彼女は話し上手で、4000年間の体験談が人気を集めた。世界には記録されていない歴史が多いものだ。妖精の存在だって、この目で見るまで信じられなかった。彼女は店の雰囲気をすっかり陽気に変えてしまった。アネモーニは住み込みというのか、家がないので店で寝起きすることになった。店へ向かって坂道を登っていると、50メートルも先なのに、アネモーニが手を振って出迎えてくれた。窓から飛び立って、俺の作ったカクテル、味見してくれ！と腕を引っ張った。定休日でも、中華街で食事中の私めがけて飛んできた。カラスが居場所を教えてくれるそうだ。アネモーニは徐々にカクテル作りが上手になっていった。しかし、ボンバーと叫んでシェイクするので、酒をダメにしてしまうことがよくあった。妖精の粉で味はなんとかなるが。それにしても、アネモーニは派手好きだった。ある時など、炭酸でシュワシュワに噴出したテキーラを浴びて、彼女はすっかり酔っ払った。そして、変な踊りを踊った。手刀を上下左右、あちこちへ振り出すというものだった。どうやら、自分で作った踊りらしい。アミーゴ、店長踊れ、アミーゴ。私は、アネモーニに手を引かれて、店内を回った。笑い声の絶えない日々が続いた。半年経って、マルガリータをきれいに作れるようになった彼女に、長らく疑問だったことを聞いてみた。君はどうしてバーテンダーになろうと思ったんだい？それもテキーラなんてマニアックな酒の専門の店で。アネモーニは屈託なく笑って答えた。メキシコ、日本、どっちも好き。みんないた。懐かしい。テキーラ。
俺の結婚した人間作ってくれた。だから作ってあげる人になりたかった。結婚？君は結婚していたのか？私の驚きに対して、アネモーニは友達を紹介するふうに答えた。結婚はいいな。80年、ずっと仲良しだった。寂しくなかった。メキシコ中旅行した。楽しい思い出、いっぱいくれた。聞き逃しそうなニュアンスだったが、笑顔のそばに年月の重みがあった。一体どのくらいの出会いと別れを繰り返してきたのだろう。彼女はしんみりとした私に気がついて、じっと目を覗き込んだ。あれ、今な、店長いるから寂しくないよ。お客さんも毎日楽しい。その慰めるような小姉を聞いて、私はしっかりせねばと背筋を正した。私はもう定年が近いんだ。お客もみんな君より先に死ぬぞ。その時はどうするんだ？アネモーニはちょっと考えてから答えた。お店、ここずっとやる。いなくなると悲しいけど、全部なくならない。大事にする。私はその言葉にほっとして、マタドールのカクテルとトマトを挟んだトーストをごちそうした。アネモーニがうまそうに頬張るのを見ていると、気分が和やかになった。ある年、メキシコでテキーラの勉強会があることを知った。連休を取り、アネモーニを誘おうと思った。きっと喜んでくれるだろう。入り口の扉を開けた矢先だった。私は胸に激痛が走って、意識を失ってしまった。店長、店長。気がつくと、病院のベッドの上で、アネモーニが手を握っていた。声も出ないし、息も苦しい。彼女の泣き晴らした顔を、ただ見つめることしかできなかった。隣さんと喋ってた。ごめんなさい。私はいたたまれない思いに駆られた。君のせいではないと、なんとか首を振った。すると、アネモーニは、ふーっと頬を膨らませて怒った。バカ、もっと叱れ。トマトのトースト、帰ったら作ってやる。病室でしょんぼり座っていた彼女は浮かび上がって腕を振り回した。しかし最後には抱きついてワンワン泣いた。それから私は酒を飲めず、夜の仕事も無理になった。年貢の納め時だった。月日が経ってアネモーニは私の骨を半分だけメキシコへ持って行った。死者の日に歌って踊ってテキーラで乾杯して、アネモーニはずっと楽しげだった。そして私の骨をテキーラ村に埋めてしまった。全く掟破りの勝手なことばかりするやつだ。しかし、二人でメキシコへ来れたのは嬉しいことだ。店はどうなったかというと、建物が文化遺産だったので市へ返すことになった。追い出されたというのに、アネモーニはのんきにまだ異人考えをふらふらしているようだ。そして死者の日のたびにテキーラを墓へぶっかけに来る。アネモーニ4000年の冒険スペシャルをくらえ！とちょっと怒りながら、時々トマト入りトーストも飛んでくる。うまいかどうかはもうわからない。彼女はいつもこらえきれずに笑う。そしてまたなーと手を振って飛び去っていく。このカクテルは
猫のあくびが入っているのか、それとも妖精が本当にいるように幻のアイテムが調合されているのか。きっとアネモーニにとって人間との出会いは楽しいばかりではなかっただろう。笑顔の裏に潜む悲しみがあったに違いない。人間について死もひっくるめて愛してやまない妖精か。4000年に比べれば私との時間はほんの一瞬だったろう。その一瞬を大事にした彼女のことをもっと分かってやればよかったのかもしれない。はい、では読ませていただきました。はい、ではコメント振り返りさせていただきます。アニモーニとっても可愛かったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。とても素敵なお話を、ね、読ませていただいて、ちょっと生きてるさんはお会いするの、一回以前他の方の枠でね、ちょっと話にする機会あったんですけど、私の枠でお会いするの初めてで、私って界隈というか本当にちっちゃな界隈、一部常連さんの間で泣きながら配信をする配信者として若干有名なんでございますが、今日もちょっとそのパターンでございました。いや本当途中からちょっとね涙が溢れてきちゃって、意外とねその泣いてるのが分からなく配信はできてるらしいんですけど、結構マジ泣きしながら今ちょっと読ませていただきました。いや4000年生きてるってことはね、他の人たちの寿命がね100年単位だとしてもね、どれほどの別れがあったのかっていうのはね想像に難くないというか、多分主人公のね三浦さんが言ってるようにね、そので4000年の間の中ではわずかなあれではあったかもしれないけども、かなりねいろんな別れを経験してきている中で、明るくね楽しいこと、こんな楽しいことがあったよって伝えてくれてる本当に強さなのかなっていうのはねすごい感じます。でやっぱりそのね人間側からしたら、その4000年に比べたらその数十年どころか、ミラーにかけた数年だったと思うんですけど、数年にもなってないのかな、1年ぐらいだったのかもしれないけれども、ね一緒に最終的にはこう扱いに困ったって言っている最初から、後ろの方行くと一緒にメキシコに行ったらきっと喜ぶだろうっていうところにね、こう感情が変わってきて、それだけのこの短いある要素の4000年の歴史に比べたら短い間ではあったけれども、この人間ってか相手は妖精だけども、関係性がね変わってきてるのがすごい、割と淡々と三浦さん自身はね語っているんだけれども、すごくその一つ一つの言葉がアネモーニちゃんに対するね言葉がすごい優しくなってきていて、すごいこの関係性の変化っていうのもものすごくジーンときましたね。で、すごい最後が あっさりって言い方があるのかもしれないですけど、まあ心臓のね何かしらの病を得て、でもうその間のところ、ここの1行間だけで病気がねきっとどういうこう人間だって、骨だけになってしまったというね死というものもねあったんですけど、ここがこうスルッと移り変わっている、その何て言うんだろう、このシンプルさが逆にこの三浦さん側からしたら楽しい、このいろんなエピソードがあったアネモーニちゃんとのいろんなエピソードに比べたらそんなにきっと語らないで飛ばしちゃって、その後2人で結局メキシコに行けたんだよっていう思い出の方が大事だったんだなって、ね、思い出というかもうそこの時点で三浦さんは亡くなっちゃってるわけですけども、このアネモーニちゃんとの楽しい出来事の方が三浦さんにとって
こう語るために重要なポットだったのかななんてことも勝手に深読みしておりますが、あのとってもこれだけのあの短いね、多分これざっとはしない、あの普通の会社で大体でも感覚で3000から5000文字ぐらいかなとか思うんですけど、その間にすごいあのなんて言うんだろう、ある意味必要のない説明は一切省いて、本当にこの妖精との妖精ちゃんとの2人の関係と、このバーでね過ごしているやり取りだけがすごくこうピックアップされていて、あのとてもいいお話だなと思いました。本当にありがとうございました。あのね、たくさん妖精の話書かれてるってね、以前ねお伺いもして、あのここにねイラスト、あこれだとちょっとイラストがあれかな、あ全部あ映るかな、大丈夫かな、ちょっと上が描けちゃうんですけど、あのいろんな妖精のイラストを描かれているのをね、あの見せていただいたりもしたのでね、また機会があれば他のお話も応募していただければ、あの考察というほどの考察ではなくて本当に申し訳ないです。あの基本的にあの読んでその時の感情をただあのバラベラベラと喋ってるだけなので、あのきっときちんとこう考察されてることを専門にされてる配信者から見たら何適当なこと言ってんだと思うんですけど、私が本当にそういうところを感じましたっていうだけのねところなんで、あの違ってたら本当に逆に申し訳ないなと思うんですけれども、あのそんな感じで、あのすごいでもすごい好きなお話、あの好きか嫌いでって言ったらもう好きなお話でございました。はい、うん、なんかね、あの途中あのアネモンちゃんの声を本当どうしようかなって、本当私はあの基本的に初見読みなのでもうその時の雰囲気で読んじゃうんですけど、最初多分妖精さんだから、あのまあ割と少年少女というかね若いだろうなっていうだけで、あと片言だったので片言があんまりうまくなくて申し訳なかったんですけれども、うん、あのとりあえず主人公さんがねあの男性だったので、あの少し高めのあれにしてはみました。はい、本当にありがとうございました。イラストのとこちょっとじゃあ、あうちょっと待ってください、この横のイラストが映るように、どこでいた、あれだったはず、よいしょね、こちらのね妖精さん、このアネモニちゃんがねこのお相手なのかな、昔のお相手なのかな、ちょっとわからないけども、はい、あのあとこのハイブこのバーで、こちらがねきっと三浦さんで、あのお客さん初めてのお客さんの女性かなって、なんかすごい顔可愛らしいというか、あのバーっていう大人っぽい雰囲気もうすごいちゃんと丁寧に酒瓶、はい、今日は素敵な朗読ありがとうございます、こちらこそ読ませていただいて、素敵な朗読ってか結構足言い間違いじゃないけど、あ声の間違いとかしちゃったんでごめんなさい、途中あ足バッターとか言っちゃって申し訳なかったです。はい、ということで、ではねちょっと今回お話もちょっと短めだったので少し早めですが終わりにさせていただこうかなと思います。本日はありがとうございました。で、告知になりますが、これで、今週分の朗読は、終了です。あと来週月曜日まで予定は入っております。で、その後あのまた11月分始めますが、土曜日か日曜日どちらかで、今度1ヶ月分ちょっと募集させていただきますので、いつもより枠は多いんですけど、ただ多分半月ごとで2回応募されてたからするとちょっといっぱいになっちゃうんですけど、もし期限一応設けて枠余るようだったら、あの2回目募集、2回目月2回目の方の募集もしたいかなと思いますので、ちょっといつ募集するかはその時の流れになっちゃうので、私のツイートにちょっと注目していていただければと思います。今来たメーカーに、確かにその通りだその通りなんだけど、小柱さんごめん、また来てアーカイブ見て、そしてはいということでね、そのちょっと時間短めですが終わりにさせていただきます。あとそうコラボが、コラボの話してなかった、明日と明後日、自分の枠の配信はございませんが、コラボの方
あの出させていただきます。明日の夜9時か21時からと、明日土曜日ね、21日の、21日じゃないや、21日はもう終わってる、29日日曜日の、昼間っていうか午後の15時15分からと、また夜の21時、3回コラボの方がございますので、ツイッターポスト、いやじゃない X か、 X の方でポストはさせていただきますが、一応あの夜の方は両方とも黒羊さんの枠になります。で、日曜日の午後は、ボードゲームの方で丹月さんの枠で遊ばせていただきますので、よかったら見に来てください。明日は、ウミガメのパイ投げっていう、ウミガメのスープのこう何つうの、編成版、対マン版って言ってたかな、をゲームを参加させていただいて、日曜日はカタローじゃなくて、なんかあの座談会かな、あのでなど作家と声優のあれこれみたいな話だということなので、またあのポストの方をリツイートもしますので、よかったら遊びに来てください。ではではね、また寒くなってきてね、どんどん秋も深まりというか、もう来週11月だよ冬だよもうはい、ということで皆様体調の方を気をつけていただきながら、なんかね最近またあの知り合いの方もね、熱出ちゃったなんだってね言われて、あの体調崩されてる方も多かったりしますので、あの寒くないようにしていただきながら、汗かいたらあの冷えないようにしていただきながら、栄養しっかり、睡眠しっかりとんでお過ごしください。まあこの後作業される方、お休みになられる方、皆様良い週末の夜をお過ごしくださいませませ。ではでは、本日はありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。